はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はね、3連休の最後の休みなんですが、午前中ね、整体行ったりなんだかんだ家の用事片付けてたら昼間になってしまいまして、遠出するっていうこともできなくなったので、近場でね、ランチしてちょっとだけ走って Vlog を作ろうかなと考えてます。今日のね、ランチの目的地はイージーダイナーさんですね。アメリカンな雰囲気 あのドライブインなんですけれども、まあ、非常に雰囲気はいいんですが、噂ではちょっとボリューム的に少なめかなっていう話を聞いてたので、ちょっとね、行くの躊躇してたんですが、リアルでもお付き合いのあるペンギンさんがね、この間行ってこられたみたいで、まあ、あのビンゴバーガーほどじゃないけど、それなりにっていう話だったの で、まあ、味の方もね、良かったみたいですんで、ちょっと行ってみたいなというふうに思います。そしてね、今私が来てるのが袖口だけちょろっと見えてると思うんですけども、去年買ったワークマンのコーデュラユーロのメッシュジャケットなんですけど、今年ね、買った同じくコーデュラユーロのライディングメッシュジャケットじゃなしに、こちらの正式名称なんだったか忘れたんだけど、ダブルメッシュジャケットだかな、なんか忘れたけど、の方がですね、実際着てて涼しいんですよ。不思議なもんでね、前面とこの袖の上部はメッシュではなくって、風通さない素材なんですけど、前を開けてるとすごく風通るし、涼しいんですよね、軽くて。で、あのコーデュラユーロのライディングメッシュジャケットはね、なんかもう来た段階で暑いんですよそれを考えるとね、失敗だったかなっていうふうに思います。国道128号線なんですけど、そしてイージーダイナーさんはこの通り沿いにあるんです。あれ56デザインなんてできてるじゃん。ちょっと驚き。56デザインっていうのは、あのオートバイ乗ってる方だったらご存知だと思いますけど、グランプリライダーの名前なんやったか忘れたけど、あの方があの作ってるブランドなんですよね。ライディングウェアとかの、なかなかおしゃれなものが多いんですけど、ちょっとね、値が張るので、気軽には買えないんですけども、まあ、どっちかというとヨーロピアンテイストのおしゃれな感じのものが多いんですが、お好きな方はね、へーって感じ。今まで千葉市にあったと思ったんですけど、こっちにもできてるんですね。興味のある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。あ、見えてきましたね、間もなくイージーダイナーさんです。なんか混んでるかな、大丈夫かな。本当におしゃれ、アメリカンな雰囲気がしていいですね。すぐ手前で引っかかってしまったという。ちょっと入れるかどうか、あ、いっぱいかな。ちょっと行ってみましょう。はい、イージーダイナーさんでした。
アメリカンって感じですよね。ボリュームと考えると、まあ、付近の、成田あたりにあるようなあのプレミアムバーガーショップよりもちょっとお高めですけど、まあ、店の雰囲気とかねもういいですし、何よりも店員の女の子はみんな可愛いっていうねそういう特別感はありますよね。でお味の方はですね、なんか本当にアメリカのハンバーガーって感じです。あのボリューム的にはねそこまで大きくはないんですが、だって肉が結構厚くて、あのパティが結構厚くて、ですごく肉肉しいパティなんですよね。その上味付けが控えめ、特に塩コショウが本当にあのパティにあんまりかかってないんで、素材の味を楽しめるって感じです。本当にアメリカのハンバーガーって感じですね。ワゴンにこうケチャップとかあってこう自由に取ってかけれるんですけど、それ使ってケチャップバッとかけたらケチャップの味しかしないんじゃねえかなっていうような、悪く言えば薄味ですけど、まあ本当に非常にいい素材使ってると思いましたね。バンズも専用のちょっとなんていうのかな、コシのあるバンズですし、であの野菜もシャキシャキで、変にあの味付けするよりもそのまま食べた方が僕は美味しいと思いました。さてこれからね、東金九十九里有料道路に乗って九十九里の方に行こうかなと思います。実はあの飯食ってる時にかみさんからメールは入ってですね、ちょっとこの後用事を言いつかってるので、あまりあの遠出もできないんですが、ちょっとね、九十九里の海を見に行くぐらいはいいかなというところですね。この東金九十九里有料道路は、約10キロぐらいまっすぐあの東金から九十九里に向かって走ってるんですけど、高台をねずっと、この高台っていうのかな、高架っていうあれではないんですけど、こう土持ってあるだけなんで高架っていうのとは違うんですけど、この高いところを、ずっとこう信号なしノンストップで走る、すごい気持ちのいい道路です。料金もねオートバイは160円と手頃ですので、とてもいいと思いますよ。ただね、制限速度はせいぜい60キロまでのはずなんですが、なぜか知らないけどそんな速度で走ってたら非常に危険です。平気でみんな100キロぐらいで走ってます。それとあと ETC がないのでね、小銭を用意しとかなきゃなんないんですよ。で釣り線がないように、してれば、あのオートバイ専用の細い通路を使えますが、釣り線がある人は車と同じとこ通らなきゃなんないんで、そうすると並ばなきゃなんないっていうところがありますね。はい、気持ちがいいですね。最高速の、標識がないから多分60キロなんでしょうね。ここは制限速度、進入量は40キロなのかな。じゃあでも60キロなんかで走ってればもう絶対煽られますよね。本当にいい天気ですね。久しぶりのオートバイ日和ですね。しかもあの気温がね30度に届かないぐらいの気温で、今が一番走りやすいですよね。朝夕はねちょっと冷えてますけど、それでもやっぱり20度ぐらいありますから、
バイクにとってはね、今が一番いい季節なのかもしれませんね。ちょっとね、東金の方は住宅地のあるところ付近はその遮音壁がね、両側に立ってるところがあって、見晴らしがいまいちのところもあったんですけれども、このだんだんね、東によってこの九十九里に近づいてくるに従って、住宅がなくなってくるので、非常に見晴らしがいいですよね。本当に気持ちいい道です。ちなみに制限速度をちょっと超えて走ってるんですが、後ろに車が連なってます。左斜め前方に国民宿舎ですね。あれが日本で一番客が多いって言われる国民宿舎です。ちょっとパーキングに入りましょうかね。ちなみに知恵子肖像、高村光太郎の知恵子肖像ですね。そして今、九十九里波乗り道路、九十九里有料道路を走っています。ちょっとね、津波対策でかさ上げしたので、海がよく見えますね。風はね、ちょっと強いですが、気持ちいいですね。ちょっとね、本当にご近所お散歩という程度の、走りでしたけども、ちょっとね、気楽に来れるのはいいんじゃないかなと思います。それではね、今日のところはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。